現存する最古のラテン語の金石踏み。ラピスニゲル発掘調査で出土ラピスニゲルは黒い大理石で床面が覆われ、周囲をコンクリートで囲まれた遺跡で古代ローマの記念碑、または神殿である。ユリウスカイサルがフォルムとコミティウムの再編工事の際に作ったか、トゥッドスホスティリウスがクリアオスティリア建設の際に作ったと考えられている。この神殿の一部は、 さらに古い祭壇や人工物のあった古代の聖域の上に築かれた。名称は黒い石を意味し、古い祭壇とともに見つかった最古のラテン語が書かれた黒い石碑を指している可能性がある。ローマのクリアユリアの前のコミティウムにあり、ローマ帝国期の建設ラッシュ時もその後の帝国の終焉期の混乱でも破壊されることなく、数世紀にわたってそのまま残った。 共和制ローマからローマ帝国初期、時代によってその意義は変化したが、常にローマ人にとって大きな意味を持つ場所として研究されていた。19世紀末、イタリアの考古学者、ジャコモ・ボニがラピス・ニゲルを再発見した。現存する最古のラテン語の碑文が見つかった場所である。出土した石碑の碑文にレックスとあることから、王政ローマの王を意味するか。 共和制ローマ初期の宗教での行為の新刊レックス、サクロラムを意味すると思われる。ローマ人は歴史のいずれかの時点でこの神殿の意義を失った。そのため神殿の由来に関する複数の愛矛盾する伝説が語られるようになった。ローマ建国の王、ロームルスの墓があるという伝説、またはロームルスが自身の招いた元老院議員に殺された場所だという伝説、 トゥルス・ホスティリウスの父ホストゥス・ホスティリウスの墓があるという伝説、ファウストゥルス・がロームルスとレムスの争いを止めようとして殺された場所だという伝説などがある。最古の文献ではこの場所をサグジェストムとしており、王政ローマ期の王がホルムに集まった民衆や元老院議員に対して演説をした場所としている。神殿に二つの祭壇があるのはエトルリア後期から ローマ初期では一般的である。ラピスニゲルは何度か手を加えられている。最初のものは火事か略奪で破壊され、黒い大理石の板の下に埋められた。これを行ったのはスッラだというのが通説だが、ユリウス・カイサルがコミティウム再編の際に埋めたとする説もある。もともとは名前の元になった黒い大理石の石碑があり、そこにはコラテン語で王にこの神殿を捧げること。 この神殿をあえて犯そうとすれば、呪いが降りかかるということが書いてあった。その後、現在は土台しかない祭壇がいずれかの時点で追加されたと見られている。祭壇の前に二つの土台があるが、これらも祭壇とは別の時代に追加された可能性がある。アウグストゥスの同時大臣で、考古家のバース・フラックスは、それらの土台に、ちょうど今日の墓を守る像のように横たわる。 死子像があったと記している。これをベルコナルと称することがある。さらに別の時代に記念柱が追加されており、その頂上に何らかの像が置かれていたと推測されている。石碑の碑文には様々な興味深い特徴がある。文字は他のラテン語の金石文よりもギリシア文字に最も近く、熊絵のようなイタリアのギリシア植民都市でギリシア文字を借りて、 現地の言語を記したものに近い。また、この碑文は、牛公式で書かれており、一行ごとに書く方向が逆転している。古いラテン語の碑文はこの方式で書かれているものが多い。考古発掘により、意図的に置かれたと思われる歴相で花瓶の破片や、彫像や、動物の生贄の断片などの捧げ物と思われるものが出土した。これらの出土品は、 紀元前7世紀から5世紀のものである。フォルムのさらなる発展のため紀元前1世紀に以前のものが取り払われた後、第二のラピスニュゲルが設けられたが、これは以前よりはるかに単純な神殿だった。以前の構造を覆い隠すように黒い大理石を敷き詰め、背の低い白い壁で周囲を巡った。この新たな神殿は、元老院議員などが演説する演団ロストラのすぐ、 側にあった。2008年11月、激しい雨が1950年代からラピスニゲルを含む遺跡を保護してきたコンクリート製の大井を損傷させた。大井の修理が完了するまで天幕で保護しており、約50年ぶりに遺跡本体が一般の目に見られるようになった。ありがとうございます。